ったか。まあいいさ、弾のうさばらして。錯綜して交わらぬもの、それが この陣には馬屋がありますな。9倍にして返しても飽き足らねえ。何よれ、伊達軍に対抗するのだ。生き残る。おめえら、出し惜しみしている場合か。日の本の鍋を全種類食べたいんだ。一人として遅れる中で出撃、こうするのだ。囲め、個々の力で渡ろうとはするな。最下の鉄砲術でも歯が立たねえ。交わらぬ者、それさせ最速。やられるまでの話じゃねえぞ。天下には美味しいものとまずいものしかないのに。僕撃ち抜けた。あ、ダメ。増えるのはナマズが暴れた時だけだ。無活にかかるなよ。蹴りは一瞬だ。承知っす。戦国美食会に入りたかったら行ってね。嘘です、お腹空いてつい。諦めねえ、農民たちとやる。それぞれ訳は違うが、やる気十分だ。弱ったらご飯、ご飯が待ってる。どうあろうと、最後にあんたは負けとなる。墓標の檻が、すぐにてめえを包むだろう。俺らより暴走してやがる。どうした、半端な腕前を晒すつもりか。ごめんなさい。すいません、人土下座させてください。もう僕に一生懸命なんて程度が知れる。それぞれ訳は違うが、やる気十分だ。Bingo!
今日の地位はなでのでし。おい、そこの俺と耐久競争だ。あそこで遊戯の献立考えなきゃ。アサネ様、本陣にて朗報をお待ちあれ。あれはまさか伝説の小十郎さん。小十郎さん、僕に優しくください。俺の視界に住むものを壊せるとは思うな。どうして誰も助けに入ってくれないの。俺は誰よりも険しき障壁となる。伊達の柱となれ。人間の一体欲は食欲、戦う欲じゃないよ。小十郎、それで俺の右目を名乗るのか。いえ、この小十郎を侮りなさいますな。この世の隅まで見通す覚悟がある。あの世へとつながる橋を今。